大学合格おめでとうございます。ありがとうございます。受かった大学をまず教えてください。はい、受かった大学は関西大学の商学部です、うん、あと、うん、大阪学院の特待生です。おめでとうございます。進学は関西大学に行くってことね。はい、はい、なるほど。素敵なキャンパスライフを送ってもらいたいと思います。はい、はい、じゃあまずあずさに聞いていきたいのが、はい、あずさがまず入塾がまあまあ遅かったよね。はい、いつ入ったっけ。10月の後半ぐらいですかね。10月の後半ですよ。だから残り3ヶ月11、12、1の3ヶ月ぐらいで、はい、神田良かったっていうことなんだけど、はい、まあ、そもそも視聴者さんはなんでそんな入塾遅なったのかっていうのが気になると思うから、うん、なんででしょうか。あ、私のまあ高校が1年間留学あって、うん、はい、でそれでまあ去年の1月に帰ってきたんですね。はいはいはい、だから英語力も自信満々ですし、はい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 、それで、まあ、TOEIC も頑張っていい点取って、うん、で同志社の、その栄養入試に受けたくて、うんうんうん、留学したし、はい、栄養できるやろと。そうです、思ってて、もう自信満々で、はいはいはい、その栄養の資料とかも全部頑張ってやって、うんうん、10月ぐらいですかね、それが、うんうん、で結果見た時にもう一次試験、その面接なしの資料だけで一次試験に落ちてたってなって、うん、あ、もうめっちゃ焦るよな、それな。めっちゃ焦る、もう受かる気満々だったんで、はい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 、京都楽しそうみたいな感じで、うんうんうん、でも落ちてたんで、うんうん、疑ってマジで、本当にどうしようみたいな、うんうん、そこからですね、どうしようってなって、それだいぶしんどいよな、精神的にな。しんどいですね。あと3ヶ月しかないけど、これほんま間に合うんかみたいな状態から、じゃあ塾探ししてたんや。はい。なんでうち選んでるか。なんか、まあ、ネットで見てたんですけど、はいはいはい、いろいろ回ってて、うん、で、私の好きな塾っていうのは、うん、先生と距離が近くて、はいはいはい、仲いいところが本当に好きで、うんうんうん、まあ、他の塾とか試してみたんですけど、うんうん、ちょっと私には合わなかった、うんうん、で最後に来たとこ、ここで話聞いてても、うん、そのすごいストイックだし、うん、私3ヶ月だから、うんうん、ほんまにストイックにしてもらわないといけないからそういうのもあって、うん、先生とも仲いいってことで入塾しました。なるほど、選んでよかったですか。とても良かったです。ありがとうございます。ちょっと俺が聞きたいのは、はい、逆にな、その3ヶ月になってしまった子たちにアドバイス。アドバイスですか、うん、3ヶ月しかないでって、もしなったらあかんで、そんなスタート遅かったら絶対あかんで。彼女は AO 留学してたし、 AO 受かると思ってたから事故でそうなってしまっただけで、3ヶ月で受かるわって絶対思わんといてほしいねんけど、万が一そうなってしまった子のために、これはやっときやとか、どうしときやみたいな、した方がいいのは、うん、その自分のできないことをちゃんと潰しとくっていうことですね。それは本当に3ヶ月の間でも後で響いてくるんで、私他にもいっぱいその受験したんですけど、うんうん、他のは20点差とか開いて、うん、それはなんでかって言ったら、自分が後回しにしてたことが全部文法とかが重なって、うんうん、この20点が生まれて、うん、まあ、同志社とかにはいけなかったっていうことがあったんで、うんうん、そういうのやってほしいし、もう心持ちっていうのはマジで強くなってほしいですね、うん、3ヶ月は折れたら、折れて手止まったら、もう1日大切なんで、うんうん、1日止まってしまったらその分戻すのほんまにしんどいし、うん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 、っていうのがあるんで、うん、まあ、しんどかったらその塾行ってる先生とかに相談するとか、うん、人を使ってでもいいから、その日のうちに気分転換できるようにした方がいいと思います。なるほど。いや、もうさ、まあ、手を止めないっていうのももちろん大事で、はい、その2個目に言ってくれたこと、だからその1年やったとしても、まあ、両方同じことで、1年でも1年半でも2年でも3年でも、これからの人生も一緒やけど、はい、そのできひんことに目を背ける人間はやっぱこう、今自分ができないことをできるようにしたりとか、夢とか目標とか達成するときに、痛いところから目を背けるなら絶対達成できんもんな。できないですね、後から。達成できたとしても、うん、後から絶対支障が出てきて、絶対出てくる、食っていくな。うん、だそういうところにから、その自分の臭いな、痛いなと思うところから目を背けずに、正面からぶつかっていって、はい、それを攻略していく、はい、受験の場合はその日に攻略した方がいい。そうやな、その日に攻略3ヶ月の場合。そうね、はい、違います、ありがとうございます。それじゃあ大学に入ってからもね、僕の後輩ですけど、はい、学部違ってもね、後輩なんで、素晴らしい、目覚ましい成果を上げてもらえることを、はい、心から祈ってます。ありがとうございます。生活頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。お母さんとお父さんへ、もういろんな栄養落ちて、ほんでいろんな大学にも、何個やったかな、
5、6個ぐらい受けさせてもらって、お金とか本当にありがとうございました。あと応援も本当に嬉しかったです。ありがとうございました。